プレミアムドリームスーパードリームフェリードリーム観光バス、石垣島ドリーム観光株式会社は、沖縄県石垣市、三崎町に本社を置き換え運業及び旅行業を営む会社である。主に、石垣島と八重山列島の他の島との間で、不定期航路の旅客船、フェリーを運航して、離島を巡り、等のツアーや貸切船クルーズを再行している。略称は、イット。 八重山列島では従来、八重山観光フェリー及び安栄観光の2社が離島航路を運行していたが、当社は離島への観光客の増加を踏まえて2007年に新規参入した。2005年12月に石垣市内の企業約15社によって設立され、2007年5月5日に営業運行を開始した。これにより、八重山列島で複数の離島航路を運行する。 海運会社は3社となったが、その航路は大半が重複していた。石垣島ドリーム観光は2018年4月から船員不足のため定期航路事業を休定期航路については船員が確保でき次第再開するとしている。石垣島にある石垣港をターミナルとして八重山列島の各島への定期航路を運航していたが2018年4月以降休止している。 下記の定期航路はすべて運航休止中。石垣島発着の旅客船航路その他の島間の旅客船航路火客船航路大型総動船2隻、小型高速船5隻、フェリー1隻の合計8隻を保有している。旅客船の客室に空気清浄機を設置している。2008年7月25日浸水。2009年2月11日就航。インキャットクラウザー。 RDM カンストラクションス建造丸尾建設保有167総トン全長 33.51m 登録長 29.91m 全幅 8.50m 深さ 3.05m 満載喫水 1.70m ディーゼル2機機関出力 2800PS プロペラ2軸最大速力30ノット乗組員5名 旅客定員245名1 2 1名発の大型騒動船。船体は3層構造で、メインデッキは3から5から3の座席配置。ミドルデッキは特別料金が必要なプレミアムシートで2から4から2の座席配置となっている。ミドルデッキ後部及び最上部のアッパーデッキは露天デッキとなっており、アッパーデッキはクルージング時のみ開放される。操舵室はミドルデッキ全部にある。 2014年就航。インキャットクラウザー、RDM カンストラクションス建造、丸尾建設保有141総トン、全長29.40メートル、全幅8.50メートル、航海速力30.0ノット、旅客定員195名2006年8月、竣工、沖新船舶工業建造19総トン、 全長24.75メートル、全幅4.00メートル、深さ1に4 5メートル、最大速力44ノット、公開速力32.0ノット、旅客定員90名2006年8月オキ沖新船舶工業建造19総トン、全長24.75メートル、全幅4.00メートル、負荷最低に4 5メートル、最大速力44ノット、 航海速力32.0ノット。旅客定員90名2007年3月竣工。沖新船舶工業建造19トン、全長23.15メートル。全幅3.80メートル。深さ1.39メートル。最大速力36ノット。航海速力30.0ノット。旅客定員64名2007年3月。竣工。 オキシン船舶工業建造19総トン、全長23.15メートル、全幅3.80メートル、深さ1.39メートル、最大速力36ノット、航海速力30.0ノット、旅客定員64名19総トン、全長20.27メートル、全幅4.50メートル、航海速力30.0ノット、 旅客定員80名2006年10月竣工、沖新船舶工業建造19艘トン全長24.36メートル、全幅5.70メートル、深さ1.75メートル、最大速力38ノット、高快速力25.0、16総トン、全長15.97メートル、全幅4.29メートル、高快速力30.0ノット、 旅客店員53名、ありがとうございます。